はい、こんばんは、ひづきチャンネルようこそ。イエーイ。ということで、電脳幻想会、また後です。あきらさんです。あきらです。お疲れさんでした。またひづきチャンネルとコラボになりましたね、また。ますね。ね、また、ライブハートチャンネルと、ね。いや、最近ズボラしてますね。そうですよね。最近あんまり上がってくないなと思って。ズボラしてますね、これ。はい。人のばっかり乗してね、はい、そうです、もうちょっとライブのね動画多いですけどね、なんか前みたいにあの近所歩くとかもしないんですか。寒いから。2月寒かったんですよ。寒かった、はい、店もそうやったしね。それは売り上げがもうそうみんなあのライブハートさん行ってくださいね、お店、表出えへんのよね、みんな。でもね、こうライブ、ね、こう店もそうですけど、ライブがきついっすわ。ライブがきつい。この2、はい、1月みんなお金出しますやんか。あ、大体そうですね。金つこうって、ね、こう1月後半から2月、はい、ゲーデルで抜くやったらまたね、こうブーンとなってくるね。そんな感じですわ、毎年ちょっとキープしといてね、もう鳴らしていくしかないですね、もう。はい、いやでもすごいね、広くていいお店なんでね、みんなが行ってほしいなと。また今度行きましょう。住吉ですね。住吉、チントニックのね、チントニックの、はい、行き方としてはチンチン電車がね最寄りなんでね、天王寺まで出て、はい、チンチン電車。日付さんも堺やね。はい、堺ですよ。どちらが僕はもう奈良ですか。日付ってところですけど、京都。奈良ちょっと超えた、京都。めっちゃ遠いな。そうですね、木津からどこへ出るんですか、まず。梅田ですか。一旦奈良に出て、奈良に出て天王寺、うん、山口線かな、天王寺。 JR やったらいいですよ、その天王寺行くんやからね、うん、そういうことなんだ、ね、行きましょうか、うん、行きましょうか、行きましょう、全然いい、ね、ライブもね、できるんですね。はい、ライブもできます、ね、結構でもライブ入ってますよね、毎週。おかげさんでね、イベントはね、いろいろやっていただいてますけどね、はい、また見に行きましょう。そうですね、そうですね、はい、平日でも平日がいいですよね。あ、それはね、わかる。土日のイベントめちゃくちゃ人多いですからね。自分歌うのにお客さん来て、はい、ドリンク作りに来て、ほんでドラム叩いてもって。あ、一回ね、ちょっとね、知らへんでしょ。あれね、あんまりね、ちょっと僕はちょっとあんまりあちこち言ってないんで、ね、ちょっと、ね、ちょっと やっちゃったから、僕はね、いまいちやったんで。いまいちやって、だから今日もね、1曲だけやりましょうかって言ってたのね、ワインディングローで。あ、ほな、頼ますは言うものの、はい、もう忙しいでしょうか、もうちょっとあれしましょうか、はい、もうちょっと転換とか考えたらね、だいぶあれなんで、ね、一応ね、練習はしてたんですけどね、はい、やってたんですけど、ちょっと転換も厳しいかなって僕も思ってたんで。30回なんですね、次、ね、30回です、はい。何年越しですか。毎月1回なんで、だから毎月1回、2年コロナ始まってからやね。そうですね、コロナ始まって、コロナが始まったその秋からね、ちょっとねやり始めて。すごいな、はい、やり続けるってやっぱすごいですよ、ね、でもほんまにね、そうですよね、うん、僕もね、こう日月チャンネルもコロナになってから始めたんですよ、うん、で分かる、うん、そう、最初はね、週1回とかなんかちょこちょこってやってたんですけどね、なんかこういろいろね、いろんな人の話とか、こうね、YouTuber の話とか聞いてたら、短くてもいいから毎日1個ずつ上げんと、こう継続せな、みんな離れていくの。どうしてもウイグルのこと言いたかったからね。そうですね。それもありましたけどね。あの時はね、もう暇やったからか知りませんけどね、ちょっとね。そう。なんか戦闘、僕もそうですよ、やってから時間も手余して、やってみようかいうのをね、やりましょうですけど、ね、本当に、ライブハートチャンネル、ちょっと説明欄にリンク貼っときますんで、ぜひ、またライブハートチャンネルにね、うちのリンク貼ってもらって、ちょっとお互いに登録者数を増やしましょう。僕も会う人会う人に登録制って言ってますから、どんなアナログな増やし方やねんって言ってね、なんかでバズってくれたらいいんですかね。うん、いや、この間ね、うん、今日見たのね、3日ぐらい前にね、ちょっと動画上げたんですよ、安倍晋三回顧録買いました買いましたって言ってね、まだちょっと読み切ってないんですけど、
ていう動画を撮ってあげたらね、全然知らない人がコメントが入ったんで、あれ奈良やったですよ。そうですよ、最大ですよ、はいはい、ねえね、ちょっと映ってないですよ。あれは、ね、あれ衝撃でしたからね。びっくりしましたけどね。その話になるとマサさんが話長くなるんで、スイッチ入ったら、ね、スイッチ入ってしまうんで、はい、その話は、はい、やっぱり右なんです。右真ん中ですよ。左なんですか。いや左ではないです。右ですよ。どっちか右か左って言ったら右ですよ、ね、うん、多分僕より右ですよね、多分、うん、はい、僕は一応真ん中を心がけてるんですけど、まあ右寄りの右みたいな感じですけど、やっぱり右になっちゃいますよね。いや普通あのね、日本の世の中が左にずれてるんでおかしいんですよ。そうだから真ん中、真ん中行くとね、あの右に見えちゃうんですよね、うん、あれがおかしいんですよ。はい、まあ、それだけのことですよね。まあ、マサさんも全然真ん中やと思いますけど、まあ、僕はあのね、あの右も左も極端なやつは同じぐらいアホと思ってますから。あ、行き過ぎるとね。いや行き過ぎたらもうどっちも極端なやつダメなんですよ。それは。いや変わらなあかんとは思うんですよ。そうそう、だから時代に応じて。そうなんですね。だから変わらないために変わり続けていくっていう感じで、そうそうそう。それをね、昔のまんまのことを続けをするからおかしくなるんですよ。それもそれはそれでおかしいんですね。うん、めちゃめちゃいいこと言います、ね。はい、そうです。変わらないために変わり続ける。はい、順応していく。進化していくというか。進化して、あ、進化。はい、進化ですよ。これちょっと メモっとかない。なるほどなるほどなるほど。これは歌詞にもできそうな今フレーズやったんで、ぜひぜひ飲みに行きますわ。ううジントニック。ジントニック。いや多分ね、あの平日行ったらね、もう熱く語り合う感じです。喋れますわ。めっちゃ喋れる。はい、うん。また行きましょう。行きましょう。はい。喋りたい。大阪来ることってあるんですか。ありますあります。飲み会もねやってましたもんね。なんで飲み会ね。仕事ではなくて、まあプライベートでも仕事でも行きますよ。ああそうなんです。全然。もう、ね、うん、天王寺方面も行くし、あれですよね。でもなんかだからいつも僕ね、水木さんもそうなんですけど、電車か。電車ですよね。でもね、あのね遠い人ってね電車気にしちゃうんですよ。普段車乗ってる人はね、車で来たら飲めへんですよ。そうなんです、ね、これもまたカナンのですよ。そうですね、でカナンことないけど、はい、ね、あそこでね、まあ、ちょっと気の毒な部分がちょっと、あそこでね他に行くとこないですもんね。そうもう店が閉まったね、12時とか電車なくなったら行くとこないですもんね、うん、あそこはね、うん、昼から、あ、ね、昼の飲み、あ、昼飲みしましょうよ。そう昼から開けますから、はい、来てくれはる。いやでもほんまにね、あの天王寺もね、あの昼飲みで別に賑わってますから、そうやね、昼飲みやってくれたらね、昼飲み絶対集まると思いますよ。2回転していいじゃないですか。そういうこと。なるほど、昼で儲けて夜で儲ける、2回転、なんかアイドルのライブみたいな。そう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 、その通りで、ね、さすが、商売上手、ね、商売きちんとやらないと。そうそうやっぱりあのそう思うんでしょ、本当にね、こう商売がきちんと成り立たせるからね、ライブもできるんで、ライブよくねライブハウス潰れるとか、まあいろんな食べ物屋さんのそうですけど、いざ潰れるとやってみんな、残してくれ残してくれってやったら、日頃から言っとけよって話ですね。そうやね、ね、そうそうそう、そうですよ、そうですよね、まあ、ライブない時でもね、こうバンバンバーでね、アキラさんとか儲かってくれてたら絶対潰れへんから、ずっとライブできるわけですよ。そのまんまです、まんまです、そういうこと。だからそういうのが一番大事だと思うんですよね、うん、はい、だからみんな普段行きましょう、普段人を、ね、ライブの時も行くんですけど、はい、普段から行かないとね、そうですね、ね、ほんまですよ。ほんまに、ね、結構だから日月さんとも、ね、めちゃめちゃ距離縮まりましたよね。そうだね、そんな距離ありました？ありましたよ。ありました。ちょっと映ってませんよ。あ、そう。映ってませんよ。めっちゃ距離、なんか、はいはい、そうですか。僕は最初からあんまり距離ない感じだった。あ、そうですかね。はい、なんか、ね、かっこいいじゃないですか。
家入れて掃除ですよ、ね、かっこいいから発信やってるじゃないですか。だからこだわり強い人なんだなっていう、そのこだわりは持ってます ね, ね。だから、うん、そこでこう、うわーって仲良くしてくれるんかなって、結構ちょっと違うじゃないですか。僕どちらかちょっとチャラい方がいや色黒いし、確かに黒い黒い腹も黒い、そうでも黒は大事なんですよ、何にも染まらないから。あ、ね、ポリシーがあることですよ。新学生ってことですよ。これ歌詞なりますよ、歌詞なりますよ。また歌詞なりました、まだなりました。黒く塗りつぶせみたいな、黒く何にも染まらない。ああほんまやね、ロックなロックな感じ。だから僕今日もね昼間ね、そうそうメイクいつもしてはるじゃないですか、はいはいはい、何どうやってやってるんですか。僕もちょっとやってみたい。いや黒いから無理だ、ね、やめといた方がいいですよ。白だるしか言うたよ。すごい違和感が、逆に違和感ありますよ。ちょっとそうそれね、ちょっとでも、うん、結構仲良くしてもらって、うん、数少ない友達ですよ。いやいや僕も友達少ないから。いやそんな年重ねるごとにほんまに ね, ね数少ないのうちの一人ですから大事にしてますよ。ほんまにね、と思ったら前のドラムさん。あ、前のドラムさんね、あちょっとあえて名前伏せますけど、おかげさんですわ。ああ、そうですね、そういうことやね、そうですね、まあ、その人つながりきっかけが、そうそうそうそ う, そう変な人やったけど、いいキャラしてましたよね。キャラは濃かったですよね、個性がちょっと強かった、抜群 に, 抜群に個性的でしたよねっていうのね、はい、まあ、あれがあったから、まあ、知り合いられたわけですね。まあ、そんなもんですよね。まあ、人のつながりは大事ですよね、まあ、ご縁ですよね、はい、でもね、あの人ね、あの人ね、こうやって仲良くな、チョコで仲良くなると気に入らんタイプ。あ、嫉妬しちゃうんや。そうなんです、ちょっと女子的な。ああ、まあ、アキララブやって、もうこの辺でやめてきました。これ以上は全世界に応援されてますから、ダメですよ、そういう関係やったらダメですよ。そんな感じで、ほんでか、ね、みんな仲良くやりましょう、ね、はい、ありがとうございます、はい、バンド仲間ですからね、はいはい、バンド仲間で。ということで、もうこの辺で締めときましょうか、ね、もう10分超えてますから、しましょう、はい、じゃあそれではまた、ライブハートチャンネルをよろしくお願いします。はい、ね、皆さん、ライブはライブはもよろしく、ライブハートです、ね、ライブハートライブハートバーですね、はい、みんなで行きましょう、行きましょう、平日からやってます、はい、ということでバイバイ、はい、バイバイ。